ッケー。せーの、ニューラズカ、あら、何ちょっと待って。どうも、福山です。そんなお父さんみたいな言葉になりたい。そんなおばあちゃんになり。うろ覚えも華々しいね。ハリウタですね。あ、おばあちゃん。そう。今日ラジオで流れてたんですけどね。さっきのラジオそういうなんかあれだね。今 TBS とかが AM から FM でも聞けるようになった。あの FM あれなの？買わなきゃいけないんじゃないの？そうです。FM の機械の。今 AM が全部 FM になったの。聞ける。なんとか FM だよね。だから、うん、AM では庶民派でこういう焦って喋るの、うんうん、FM はゆっくりゆっくり落ち着いたっていうね、うん、今日安住さんが言ってたよ。戻しましょうか。安住さん。ていうかその下りいる？せーの、はい、どうも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 。さあ年末ですよ。今年どうもありがとうございました。ありがとうございました。今年は本当にあれだね、映画があってよかったね。そうですね。31周年やって中途半端なね時に、うん、映画とタンブリングの一演でしたな、はいはい、曲も1曲で乗り切りましたね。だがしかし、あの映画あっちゃんが DVD になったにもかかわらず、うん、僕はツタヤとかあちこち行きました、はい、見つけるのが大変です。埋もれてます。あ、はい、もう面出しとかないんだ。全然ありません。あの皆さん、あの店員に詰め寄ってください。そうですね。どこにあるんですか。そう、私たちの力じゃもうこの日本のロック業界を動かすことができないので、皆さんの力を借りて。民衆だね。民衆、そうですね、民衆、有権者ね。そうね。市民による、市民のためのニューロとか。市民による、ね、ちょっと少ないな。なんか一個少ない。もう一個ぐらいです。有権者の皆さんにね。そうですね。そうですね、皆さんにあの感謝の意を込めて、うん、ね、ということで、あの年が明ける前まで、また年が明けた時、時間があるときは、はい、映画あっちゃんを借りて、はい、または買って、うん、買ってお家で見てほしいですね。メイマックススーパーで確認しながら、ね、見てほしいですね。もう来年の目玉は福山雅治さんに続く俺が結婚するしかないだろう。お、マジ？あー、いやいや、わかんないけど。それ大きいね、うん、今彼女いんの？今いっぱいいる。いやいや、いい、結婚したい人はいるの？結婚したい人。そんなお父さんになりたい。全然違うとこすごいね。そんなお父さんになりたい。さあね、今年はあれですよ。大晦日はないのでね。今年はもうライブがないですね。はい。ただその代わりもう2日から。はい。もうガンガン行きますよ。いや、2日3日。ロフトとね。ベロベロも。ベロベロ。ベロベロ。うん。ベロベロ。ピー。ベロラッパ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 ッ。あと9日ワンマンですね。お。出ました。出ました。出ました。こんな2年目でメインに立つなんて、うん、給料も一緒。すごい。俺はさ20年やってんだけどさ、俺は真ん中になったことないよ。だってお前ドラムだろって思ってるでしょ。でもナボさん真ん中じゃないですか。見えないね、いつも。目当ての子がいてもあっちゃんとこう縦になっちゃって、直立になって見れない。目当ての子、そう、目当ての子って。1月9日高円寺ミッションワンマン、はい、もうあのいわゆるこれはあのプロ野球だとすると秋季キャンプ一発目で紅白試合をするよ、ね、なるほどね。すごい体を壊す感じだね。そう、もう怪我しちゃう、怪我しちゃって1年棒に振っちゃうからね。もう今年戦力外だ、みんなね。じゃあそんなジェームス君がセンターで、ね、もうあっちゃんの代わりに歌いますから。あっちゃんと声量クラブですね。全部やろう、全部やろう。ずっとメインで歌ってる。あーってどっちが長く伸びますかさ。量だっつってんの。なんで長くすの。まあそれでもいいけどもさ。あーってどっちが音程クラブとか。いいよ。それどうとか言うよ俺。どうとか。どう。それに何押したの今。あっちゃんの得意な歌でいいですからね。おちはる。あちはる。話変わっちゃったよ。そうだね。ロッティカ負けそうだよね。ちはる、ちはる。ロッティカ負けちゃダメですよ。いや完璧だもんね。そうカラオケですね。じゃあそんな、そんな9日やって、で15日に、うん、あのカジ君とこやってブラックおいおいコメントクラブバンド、16にまたあの業界内であの大非難されてる年明け無料無料ライブ。あ、そうバカじゃねえかって言われてんだけどさ。そうだね、名古屋でね、名古屋、名古屋ちょっと予約チケット予約とか、うん、あの忘年、あ、新年会の、うん、ちょっと止まってるね。マジ？あ、そう。そう、みんなとただだよ。待てよ。来てね。年明けてからみんなあれかな、うん、動き出すのかな。待ってるよ。ただでもこんな感じ。チンチンチリリン。来てもこんな。ここであの最新情報です。はいはいはい、1月9日公演ミッションのワンマン、はい、ワンマンですね。このライブでなんと、
はい、藤屋のお菓子の詰め合わせを入場者全員にお年賀として全員なの全員じゃないや何名様それシール入れていいですから、ニーロさん。シール入れていいけど、何名様それじゃあ、先着、まあ、作れるまで。作れるまで指がカサカサになるまで。指紋がなくなるまで。この中の絆創膏の。じゃあ、この時はあれじゃあ、ナムちゃん、ゴッドセーブ・ザ・フジヤのシール作ってもらいましょうかね。いいよ。本当ゴッドセーブ・ザ・フジヤ。でも、フジヤ危ないの危ない。だって、本当の将棋の話、今日、松本清行ったんですよ。はい、ロッテのチョコパイが、300円のチョコパイが198円、うん、これはうちが仕入れてる値段です。大手には勝てないってことだね。勝てない、大量だからね。もう本当やる気なくした今日、ね、大変ですな。ゴールデンはどうすんだろうって。そういう目線でアイスお菓子を見たことないですね。ロッテはあの向こうの、ね、会社だよね。韓国からね、まあ、社長そうなんだ。そうだ、そうだ、向こうの会社になっちゃったんだ。そうかそうか。そう、まあまあ、じゃあ9日もね、うん、ちょっと少ないですね今予約が、うん、みんな飽きちゃったのかな。あ、シール間に合わないね。9日だとだって7日ぐらい前に作らなくちゃならないから。手書きのシールとか、ね、手書きでいいか。あ、じゃあ俺紙か。えシール手書きのシール手書きの紙ありがとう。紙切ってお手紙、うん、そうだ。あのさ、シールにプリントできるやつあるんじゃん、このぐらいの、うんうんうん、で、自分でシール絵を描いていやいや、100ぐらい作ろうと思うからやっぱ100ぐらい来てほしいね。あっちゃんのあの絵を描けばいいだし。あじゃあ、猪木とかね。それハサミでそう切って。あ、そっか。すごいシール投稿。あ、それはちょっと貴重だね。シールじゃなくてカードにしとこう。ん？で、シールのがいい。カード？シールどこで売ってるの？じゃあシール売ってんの？文房具屋か。プリントできるシール屋。そうしよう。あっちゃん画伯。あっちゃん画伯やった方がいいよ、それは、うん。正月も年賀状書いてる暇ないですね。うん、やべえじゃん、この盛り下がった感じで年末を。今年あ、テンション下がって終わるかもしれない。どんよりして今年は大変だったね。今年どういう年にしようとしてるの。マジ今年、来年。あ、来年だ。それ一人ずつ聞いてこよう。いや、来年はほら俺50になるから、いろんなことをさ、まあ、仕切り直してさ、ね、頑張っていきたいわけで。イベントあるわ、50の2人の、うん、来年。 それだけじゃあれじゃん、なんか大きいの欲しくない。なんか年末武道館、あ、剣道やりに行く。俺中剣道やりますよ。じゃあ俺武道館の駐車場に車止めに行く。うわー、止めに行く。いや武道館物販やりに行こうか。人のライブで、人のライブで。だからどうしようかな。なんか欲しいね、うん、あのテレビ番組持つとかさ、うん、あ、レギュラー番組、なんかない。考えてみんな止まっちゃってます。いいな、レギュラーね。そう、そう、市議会議員は4年後でしたっけ。議員は4年後でしょ。だから結婚とかいいんじゃないの。え、結婚したらお見合い3回するとかさ。あっちゃんとお見合いイベントいいね。いや、そう、お見合い八王子でお見合いイベントっつってライブやって。そう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 、最初にあの番組、ラーラーラーお見合い番組ラー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 俺はこの2年っていう山場なんで、やるか続けるか、そうそう、やめるか、切れるかどうか。それで精一杯いかせて。あの病気しないようにしてる。結構結構体きてるからさ、ジェームスも、ね、そこ乗り切らなくちゃいけない、ね。今年全部でライブ80本でした。はい、でジェームス2回転すぎかな。そうですね、ジャッキーさんに、うん、78回。はい、多分こう素晴らしい回数。すごいよね、よくやったと思うよ。うんうん、ありがとうございます。ね、いっぱい出るが増えて100本やりました。タクシー1台ぶっ飛ばしただけぐらいでよくやったと思う。メールがいろいろありますな。そうそう、うん、じゃあナムちゃん来年はどんな感じで。来年はね、プロデューサー来た。ちょっとまたちょっと開拓したいですね、新しい方向。わざとさ、野球場でグラウンド落ちちゃうとかさ、ニューロティカの T シャツ着て。なんかね、うん、ちょっとやりたいね、またあの、うん、映画じゃない映画みたいにちょっと違うことをやりたいですね。なんだろうね、今考えてるんですごい、うんうん、そう、なんかちょっともうちょっとしたらひらめきそうな気がするんだけど、うん、でかいプロジェクト、うん、うん、それに向かってでかい、ね、でかいプロジェクトに向かってナムは動いたのだ。はい、マイク生きてないですか、ね、ナレーション生きてないから生きてないだけだ。トモロさん今やつはやったのだ。なんかやりたいですね、うん、
あとはアルバム出したよね、うん、アルバムは出さないとね、ちょっと今年は1曲で頑張っちゃったから、ね、あ、全然盛り上がらないプロモーションビデオ3部でもあれはすごいいいよね3つ作ったのは面白かったよ、すごい、ね、すごい、うん、広げ方が悪いんだね、うん、ね、あの作るだけ作ってそのままだからダメなんだね、うん、マネージャー募集しよう、うん、マネージャーやりたい人っつって、ね、やらせてくださいみたいな、できたらあのマネージャー歴のある人でお願いします初めてマネージャーになる人はちょっと勘弁してください。マネージャー歴はね、そうやってみたい、やってみたい、言えるってかね、できたい人なんですけどみたいなそれちょっとね、言えるってかね、できそうです、ね、手伝いしたいですとかね、うん、マネージャー歴ある人ね、そうですねそう、そういう体制がちょっといいかもしれない、うん、いいね、うん、そう、それで仕事を取ってきてもらう、うん、よろしくお願いします、お願いします。じゃあとりあえず2日3日ロフトで僕ら頑張ってますので、そこでお会いしたいということですね、はい、2日3日富士屋お休みでございます。今年は皆さんどうもお世話になりました、ありがとうございました、本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします、お願いします、来年もよろしくお願いします。とりあえずロフトでまた正月にお会いしましょう、せーの、さよなら、ロックバカー、良いお年を、 See you never、 See you never、 最後一曲歌いなよ、何だかな、あ、あれだ、今好きな歌、あ、知ったよ